アリスティデスとは、アメリカ合衆国のサラブレッドの競争場、および、シュボバである。第一回のケンタッキーダービーを制した。場名の読みは、アリスタエディースが言語に近い。1872年に、マクグレーシアナファームで生まれたクレゲの競争場で、チェスターカップカチの父、リーミントン、レキシントン3区の母サロンとの間に生まれた。馬名は生産者のハルプライス・マクグレズが、 リーミントンをイギリスから輸入した親友の畜産家、アリスティデス・ウェルチにちなんで名付けている。調教師は、ロバート・アレグサンダーが務め、同調教師の死後は、アンゼル・ウィリアムソンが務めた。アリスティデスは、生まれた時期が遅く、同じ牧場で生まれた旧社の同僚チェサピークよりも、数ヶ月後に生まれたとされている。そのためか生育は遅く、対抗が15半度程度しかなかった。 このため、アリスティデスは、マクグレースから、あまり期待をされず、期待の大きかった、チェサピークのためのラビットをさせられることが多かった。これにより、チェサピークは2歳児に、アメリカ最優秀2歳ーバとして選出されている。ただ、アリスティデス自身も2歳児に勝利をいくつか挙げており、特にジェロームパーク競馬場ではゴハローン、ボルティモア競馬場では1マイルのトラックレコードで優勝している。 両党が3歳を迎えた1875年5月17日の第1回ケンタッキーダービーは天気、ババともに良い状態のチャーチルダウンズ競馬場に1万人の観客が詰めかける中で開催された。この競争においてマクグレースはチェサピークとアリスティデスの2頭を登録した。オリバー・ルイスの起乗したアリスティデスに課せられていた役割は今まで通りのペースメーカーで 後方から追い込んでくる、チェサピークのために流れを速くするというものであった。スタートから予定通り戦闘を確保していたアリスティデスであったが、レースの1、4が過ぎたあたりでマックキャリーという馬に花を奪われた。このためルイスはもう一度戦闘に戻そうとペースを上げ、アリスティデスを戦闘にマックキャリー、テンブルック、ボルケーのバーディグリスらが追走する展開になった。この頃チェサピークは、 最後方で力を温存していたが、アリスティデスのリードは次第にチェサピークが追いつけないような差へとなっていった。最後の直線に入っても依然としてアリスティデスは先頭を保ち続けた。マクグレースもコースのそばに駆け寄って暗状のルイスにそのまま行けと強く指示を出した。ボルケーノとバーディグリスはこの差を詰めようと追いかけたが、大きく開いた差は縮まることなく、 アリスティデスは2時37分3、4の勝ち時計で2850ドルの賞金を獲得した。なお、チェサピークも追い上げたものの、発着に終わっている。当時はまだ、アメリカ参観の概念が存在しなかったためか、アリスティデスが次に出走したのは、プリークネスステークスではなく、6月12日、当時ジェロームパーク競馬場で行われていた、ベルモントステークスであった。 マクグレースはアリスティデス・チェザピークの他にカルバンという馬を用意してレースに臨みアリスティデスには再びオリバー・ルイスが起乗した競争ではこの後から来たもう一頭のカルバンが勝ちアリスティデスは二着に入っているその後も大競争に出走ジェローム・ハンディキャップなどで勝ちを挙げているまた3歳児のブレッキン・リッチ・ステークスでは プリンクネスステークス優勝馬のトム・オーチルツリーを破り、4歳児の一般戦ではテンブルックを再び破っている。通算で21戦9勝2着5回の戦績で引退、シュ馬バとなった。タネボバとしての成績は振るわず、ステークスカチューマもほとんど出すことができなかった。現在ではアリスティデスの決闘はほぼ見つからない。1893年6月21日、 アリスティデスは20歳の時に死亡した。当時は、グレード制海導入1874年9003勝2着、ゼスピアンステークス1875年9004勝ケンタッキーダービー、ウィザーズステークス、ジェロームステークス、ブレッキンリッジステークス2着、ベルモントステークス、オーシャンホテルステークス3着、 トラバーズ・ステークス1876年2002章1878年1戦、霊章ケンタッキーダービーの行われたチャーチルダウンズ競馬場では、アリスティデスの名を冠したアリスティデスブリーダーズカップ・ステークスが開催されている。また、カール・リガッティの制作したアリスティデスの等身大の石像は、今もチャーチルダウンズ競馬場のクラブハウスの庭園に置かれている。理由は不明であるが、 アリスティデスの調教師は長らくアンゼル・アンダーソンとご記され続けていた。訂正されたのは1990年代に入ってからである。ありがとうございます。